今回は積分とは何かというテーマで話していくのだ。積分？はいはい、あれね、あれなんだっけ。という人のために15分ちょっとで積分の基礎が理解できるように説明するのだ。ちなみに微分についてはすでに動画を出しているので、気になる人はこの動画を見終わった後に見てほしいのだ。さて、積分とは一体何なのかということだが、高校の数学では積分は微分の逆と教えられるようなのだ。これは積分の重要な性質の一つなのだが、歴史的には積分は面積を求めるものとして考えられたので、この動画では歴史に倣ってまずはじめに面積を求めるものとして積分を説明し、それが微分の逆であることを説明するのだ。微分って接線を求めることよね。それが面積を求めることと逆だなんて意味がわからないわ。そう思うのも無理はないのだ。そのぐらい微分と積分の関係は当たり前のことではないのだ。ただ一見関係のないものが数学的には実は同じものだったとわかるのも数学の面白さの一つだと思うのだ。そして最後に、積分は面積以外にも曲線の長さや空間の体積を求めることができるということを説明するのだ。それでは積分は面積を求めるものであることを説明していくのだ。まずこのようなグラフを考える。そして A と B を適当に取り、このように線を引いて囲まれた面積、つまりこのピンクの部分の面積を求めるという問題を考えてみるのだ。これに似た問題はすでに紀元前4世紀の古代ギリシャで考えられており、取り付く手法と呼ばれる方法で放物線と直線で囲まれた面積を求めた記録が残っているのだ。それはこのように三角形でこの図形を埋め尽くし、それぞれの三角形の面積を合計することでこの図形の面積を求めていたようなのだ。取り付く手法には三角形だけでなく四角形も用いられたようだが、簡単な図形、つまり面積の求め方がわかる図形で、求めたい図形を埋め尽くすことで面積を求めるというのが基本的なアイディアなのだ。昔の人はどうしてこんな問題を考えたの？それは知らないのだ。この時代のギリシャでは純粋に論理を追い求めるのがかっこいい、実用のための学問はダサいみたいな風潮があったらしく、単に興味があったから考えたのではないかと思うのだ。さて、これから話す積分法は17世紀中頃に誕生したとされており、今となっては現代科学に不可欠なものになっているのだ。それはこの面積を求めるために図形を長方形でこのように埋め尽くしていく方法なのだ。長方形の高さはとりあえず左側が関数の値に一致するようにしておくのだ。そして長方形をどんどん細くしていくと求めたい図形にどんどん近づいていき、長方形を極限まで細くすると長方形の面積の合計が求めたい図形の面積に一致するのだ。確かに隙間がどんどんなくなっていったわ。この方法は簡単な図形で埋め尽くすというところは同じだが、取り付く手法にはない良い特徴があるのだ。それはこのように A と B の間に B' があったとき、 A から B までの面積を計算する方法と A から B' までの面積と B' から B までの面積を別に計算してそれらを合計するのが同じであるということなのだ。取り付く手法では適当に引いた線の左側を求めようとするとまた新しく三角形を取り直す必要があり、分けないで求めるのと分けて求めるのでは三角形の取り方が変わってしまうのだ。2000年近く後に考えられた割には大した違いじゃなさそうと思うかもしれないが、後で微分との関係を考察するのにこの違いがとても重要になるのだ。ところで長方形の取り方だけど、高さは左に合わせないとダメなの？いや、そんなことはないのだ。ついでに長方形の幅も均等でなくてもよいということをこれから説明するのだ。まずは長方形を一つだけ考え、高さを関数の一番小さいところに合わせるのだ。これは図の関係上左に合わせているが、それはたまたまで関数の一番小さいところに合わせているのだ。
そして赤の長方形の高さを関数の一番大きいところに合わせるのだ。これは図の関係上右に合わせているが、これもたまたまなのだ。この長方形を補足するとこのように赤の長方形は小さくなるのだ。これは見た感じ明らかということで認めることとして、他の部分でも同様に青い長方形を関数の一番小さいところに合わせ、赤の長方形を関数の一番大きいところに合わせるのだ。長方形の幅は適当に取るのだ。この時青い部分の面積は求めたい面積以下になり、求めたい面積はそれに赤の面積を足したもの以下になるのだ。ここで赤の部分の面積が長方形を補足していくことでゼロに近づいていくことを確認するのだ。赤の部分の面積はその部分だけ残すとこのようになり、このように横に線を引くと赤の長方形の中で一番高いものの高さに B-A をかけたもの以下になることがわかるのだ。再び青い長方形を考え、長方形を補足すると赤の長方形の高さが低くなるので赤の面積がゼロに近づいていくことがわかるのだ。これは長方形の幅が均等でなくても幅が小さくなりさえすれば成り立つのだ。先ほどの不等式に戻ると、ここの値が長方形を補足していくことで同じ値に近づくことがわかり、したがって長方形の高さを青と赤の間の高さにとっても求めたい面積に近づくことがわかるのだ。つまり長方形の高さは右に合わせても左に合わせても真ん中に合わせてもどこに合わせても同じ値に近づくことがわかるのだ。これで積分が面積を求めるものであるということを説明し終えたが、ここまで積分の記号に全く触れてこなかったのでここで説明するのだ。この図のピンクの部分の面積をこのように表して fx の a から b までの x に関する積分と言ったりするのだ。この真ん中の fx は当然この関数のことで、ここの a はここの a、 ここの b はここの b を指すのだ。そして a から b までのことを積分区間または積分領域というのだ。最後に後ろの dx についてだが、これは x について積分をするという意味なのだ。例えば x を t に置き換えてこのように書かれても同じくピンクの面積を表すのだ。次に積分は微分の逆であるということを説明するのだ。微分の逆の意味は、積分したものを微分するとどうなるのかと、微分したものを積分するとどうなるのかを確かめてみるとわかるのだ。まずは積分したものを微分するとどうなるのかを考えてみるのだ。 ft を a から x まで積分したものを x の関数とみなし、これを x について定義通りに微分すると、 x たす h まで積分したもの引く x まで積分したものを h で割って h の0への極限を取ればよいのだ。これを少し整理するとこうなるのだ。少しわかりにくいかもしれないので図で補足すると、 a から x たす h までの積分はこのピンクの部分、 a から x までの積分はこのピンクの部分になるのだ。よって引き算するとこの面積が残り、これがこの式で与えられるのだ。さてこの極限を計算するために、高さを関数の最小値に合わせた青い長方形と最大値に合わせた赤い長方形を考えると、この部分は面積を横幅の大きさで割ったものなので、おおよそ長方形の高さに相当すると考えられるのだ。そしてそれは青い長方形の高さよりも大きく、それに赤い長方形の高さを足したものより小さくなるのだ。 h を0に近づけると、赤い長方形の高さは0に近づき、青い長方形の高さは fx に近づくので、この極限は fx となることがわかるのだ。以上をまとめるとこのような式が得られたのだ。積分をしたものを微分すると元に戻るということね。そうなのだ。この等式を微分積分学の第一基本定理というのだ。これが積分が微分の逆であることの一端なのだ。もう一つの微分したものを積分するとどうなるかも確認するのだ。まずこのようなグラフがあったとし、
A の近くに X1 を取る。この時 X が A から X1 に増えると Y は赤い矢印の長さ、つまり FX1-FA だけ増えるのだ。これを少し変形してこのように表すと、この前の部分はこの直線の傾きと一致するのだ。 X1 が A に近ければ、これは接線の傾き、つまり F の A での微分に近いと考えられるのだ。するとこの部分は高さ F'A、 幅 X1-A の長方形の面積と一致するのだ。赤い矢印の長さが長方形の面積と一致するのね。これを X2、X3 と B まで繰り返し、赤い矢印の長さを合計するとこのような式になるのだ。ただし赤い矢印が下向きの場合は長さはマイナスであることとし、 A を X0、 B を XN と置くのだ。この値は左の図からわかるように FB-FA となるのだ。一方これを先ほどと同様に変形すると、微分を用いてこのように近似することができるのだ。そしてこの部分は高さ F'XY、 幅 X の I+1-XY の長方形の面積なので、これは幅を補足していけば F'X の A から B までの積分と一致するのだ。よって以上のことから、微分してから積分したものは FB-FA となるのだ。ただしこの部分だけちゃんとした等式ではないので、ちゃんとした等式になるように少し工夫するのだ。それには平均値の定理というものを用いるのだ。まず微分可能な関数が与えられた時、適当な2点を取ってその2点を通る直線を引く。この直線の傾きはこの式で与えられるのだ。この時この2点の間のある点 CI が存在して、その点での接線の傾き、つまり CI での微分が青い直線の傾きと等しくなるというのが平均値の定理なのだ。青い線を下にスライドしていけばどこかでグラフに接しそうというのはわかるわ。この定理を先ほどの式のこの部分に適用すると、このようにきちんと等式が成り立つのだ。そして幅を補足する際、長方形の高さはグラフのどこに合わせてもよかったので、この部分が幅を補足すると積分に一致するということは問題なく成り立つのだ。そして上の部分は幅の取り方に関係なく常に成り立つ等式なので、この2つがちゃんと等しいことが分かったのだ。よってこの等式が成り立ち、これを微分積分学の第二基本定理と呼ぶのだ。この等式は微分したものを積分すると元に戻ることを意味するのだ。それはこの式よりも X を T に置き換えて B を X に置き換えたこの式の方が分かりやすいかもしれないのだ。これを見ると、微分して積分すると定数 FA の分のズレがあるものの、元の関数 FX が復元されることが分かるのだ。これと先ほどの第一基本定理を合わせて、積分は微分の逆であると言われるのだ。ちなみに第二基本定理は積分の計算に用いられることが多く、このような積分を計算するのに微分して FX となる関数を探して、その関数の X=B の値から X=A の値を引くことで積分を求めることができるのだ。積分の計算はほとんどの場合このように第二基本定理を用いて計算されるのだ。最後に長さや体積も積分で求められることを説明するのだ。このようなグラフの、さっきは面積を求めたが今度はこの赤い部分の長さを求めるのだ。アイディアは簡単で、このように折れ線で曲線の長さを近似し、分割を細かくした極限として曲線の長さを求めるのだ。折れ線の端の座標を X1、X2 と置いていき、 I 番目の長さを求めてみるのだ。三平方の定理から長さはこのように与えられ、これを変形するとこのようになり、この部分に平均値の定理を適用するとこうなるのだ。この形は幅が X の I+1-XY の長方形の面積と解釈できるので、折れ線の長さのすべての和を取り分割を細かくするとこの積分と一致することがわかるのだ。これで
直線の長さが積分で計算できることが分かったのだ。次に体積を積分で求められることを説明するのだ。二変数関数が与えられると、そのグラフは3次元のグラフで与えられるのだ。このグラフの下の部分の体積を求めるために、面積を求めた時と同じように直方体で該当部分を埋め尽くし、分割を細かくすることで体積を求めるのだ。長方形の代わりに直方体を使うのね。この体積は積分領域を省略するが、このように表され、これは多くの場合 x について積分し、 y について積分することで計算することができるのだ。もちろん y から積分しても良いのだ。最後に曲面の面積も積分で計算できるのだ。詳細は省くが、曲線を折れ線で近似したように、曲面を平行四辺形で近似してその面積の和を取り、分割を細かくするとそれが積分で表されるのだ。以上で積分について説明し終えたのだ。最後はだいぶ駆け足になってしまったが、この動画で話したことは全て細かく分けて足し合わせると元に戻るということで、それこそが積分の基本的なアイディアなのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。微分についての動画は概要欄に載せておくので、まだ見てない人は見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。